はい、今日はね、このポンコツこのポンコツにこのおっさん車になんと GT ウィングをつけます。いないでしょ、いない絶対に。プログレミ GT ウィングとか見たことないし、ということでちょっと GT ウィング取りに行く。いやこれね、これそうこれこいつつけちゃうから。で、今これ買ったんですけど、マウントちょっと家に忘れてきちゃって、魔法を使って適当に作っちゃったから、まあきっと制作日記はあんのかな。これ誰ですか。ポンって感じで今出すんで、よいしょ、あったかいなこれ。できたてほやほや、できたてほやほやらしいから。はい、これはね、某ボンクラガレージで某ボンクラガレージのボンクラ溶接してもらって、まあ一度しとかはやって、デザインも自分でやって、適当に穴開けてやって、まあちょっと溶接だけボンクラガレージでやってもらって、まあちょっとボンクラ溶接だけど、でもこれは下手なローマウントよりめちゃくちゃ強度あるから。そうです、強度だけは多分天下一品だから。今あそこについてる高いウィングよりも多分全然強度ある。あとあれフレームなよなよしてる。動く気がしない。でこれ今合致させて、合体させてボン。ということで、じゃあまだやってる、終わってないことがあるみたいなんですけど。あ、まだ終わってないこと。終わってない。ここが。ああ、はい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 。やりましょう。ケビ君が。行ってみたかっただけ。あそこに。うん、子犬マーク3。じゃあ今からちょっと穴開けます。はい、あれ、はい、じゃあ今これコルツのシャシーブラック塗っちゃいました。まあちょっと垂れちゃったけど、まあいいでしょう。いいっすよ、どうせ見えないとこ。うん、ダガさんみたいにやらないよりかはマシだから。乗っけてから塗るやつ。あ、乗っけてから塗るのとか、それでマシだよ。じゃあとりあえずさっきの穴開けたやつとボルトと、あとこれ当てゴム、こっちで、こっちにあれかな、こんな感じでつけるのかな。はいはい、これがあれだね。トランク着てこれしてみたいな。でトランクの裏からこの当て金を当てて完成だね。で裏からナット締めかな。4点。さあ最大のイベント、穴開けですね。ああ一気目からの穴開け。普段変更が難しいです。あ、そういうことね。普段良くない？ちゃんと。結構動かれたんですよ。なかなかっすね。いや、2日で終わると思ったら全然終わらなかった。
ちゃった。でもまあ見てなんかまあでも成功したような気がするんだけど、あんだけなかなか誰かさ、マジでもうすぐ貫通できてないもん、ね、そうっすね。あ、でもホール層でやるしかないんですね。ここホール層で穴開けちゃいました。強度残しながらつけるってなったらこっちの方がいいですよね。じゃーん、数々の苦労の末数々の苦労して、まあ多分苦労してたのは俺じゃない。あっちで苦労してつきました。つきましたね。このミスマッチか。いや本当ミスマッチ。ミスマッチか。小型セダン。小型セダンに。すごいな。GTやってくれましたね。位置、位置も結構いい感じ。位置は完璧だよ。位置完璧ですよ、これ。なんかそこ間挟まないと走ってる時うるさそうじゃん。ってことです。やってみた感想。やってみた感想。作業難易度、作業時間。作業難易度。星で。それいつもこの辺出てるんでしょ。エチ君の愚痴コーナー。マジで今敵が向こうにいるからね。反対側スキップの現実。反対側スキップの裏側だから。裏側あのスキップこうなってるから。いや、どのチャンネルもそうだよ。羨ましいよ。俺もハンマー欲しいな。あ、欲しい、うん、ハンマーだけ、うん、フラハンじゃダメな。フラハンじゃダメ。どんどんテールが剥離してくる。テールが剥離してくる。え？グラインダーちょうだい。今行った。今投げた。はい。ピュン。あ、来た。本当に下味何もしてないとこんなになんかデロデロってなるんだよね。え、変わんないらしい。やばい。旅止めしました。イエーイ。人の。カメラ。旅止め。今のカットしろよ。え？めっちゃ入ってるから。あ、そこはピーでもなんでも。